那須川選手と、浅香田選手にお聞きしたいんですけども、2人あの練習仲間でもあって親交があるということなんですけど、こう試合前でにエールをこう交換したりとか、もしくはあの試合後にこうお互いにこんな形で祝福したいことは何かありますか？はい、では、はい、浅香選手。まあそうですね、ありましたね。勝って2人で優勝して、まあ、おめでとうみたいなの。あと、まあ、準決の前に頑張ってって言ってもらったりとかいっぱいありました。はい、天心選手。はい、そうですね、あの、まあ、本当に同年代というか、まあ、一個上なんですけど、なんで絶対に負けてほしくないなと思いましたし、まあ、一緒に練習してたりもしてたので、あの、まあ、練習、彼女の練習を見てれば絶対に優勝するだろうなと思ってたんで、まあ、試合前に声かけたり、試合終わっておめでとうっていう会話をしました。